試合も長いし決まらないし、これじゃ盛り上がらないし面白くねえだろっていうことで改革をしてくださいと、愛称ドラゴンっていう人がね、だからまあ飛竜っていうドラゴンっていう方が、選手がその時の会長だったアントニーっていう完全に猪木さんと藤波さんだからないつまでこんなことやってるんですか、やらせてくださいよ俺にと、これ本当に飛竜隠れた、これ下抜けたらいいんじゃないですかと、ダメだダメだとダメだと、そんななんでそんな俺が考えたルールをちょっと猪木さんお前にその借りなきゃいけないんだよ、気づかないこれでお客さん、ちょ寄ってませんかアントニー、じゃあやりますよやりますよって言って、そのハサミも取り出して救急箱から髪の毛をバー切り始めて、やりますよやりますよって、もういやいや関係ねえ髪の毛どういうこと、なんで髪の毛関係なくないですか、関係ない急に。